ラクサブチャンネルご覧になっていただきましていつもありがとうございます。ラクサブローです。姫サブローです。ビスケです。いやーしー姫サブローにーしービスケーやらんで間違えたモノマネやねん。すごい最初救急車かと思いました。いやお前やろこういう声の方が本当にいらっしゃるんですよ。重量呼び出しの、力之丞っていう人は。いやもう間違えたら高校球児プレイボールしてしまいました。そうだろ本当に俺テレビで重量のやって救急車来たかなあ違う消防車来たかなと思ってそれを置いといて、ね、今日はですね、はいはいこの看板が目を引くこちらでございます。やっぱり牛ハラミでしょという焼肉ハラミ屋さんにやってまいりました。この番組は高田機工の協力でお送りします。はいいらっしゃいませ。どうぞこちらにどうぞ。はい村中さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃ分かりやすいお店の名前ですよね。はいハラミ大好きなんで。あご自身がもちろんハラミしかないんですか。いえいえいろいろあるんですけどハラミが一番の一押しです。村中さんの横にハラミ屋のハラミはなぜうまいっていうのがありますけど、はい、これが全てですか。全てですね。高品質なハラミ、はい、僕が食いまくって選んでます。肉マニアの店主、はい、あとは肉職人による肉の処理、はい、肉厚、はい、で醤油タレと味噌タレ、はい、もうこのタレっていうのが大体まあうちの母親が作って大体40、50年ぐらいあるんですけどそのタレをずっと使わさせていただいてます、はあ、じゃあご飯にも合うし、はい、我々飲むもんにとってはビールとかハイボールとかにも合うと。もちろんです。今日どうしましょうか。何がいいですかね。まずですねやっぱりまあ店名になってるハラミを食べていただきたいなと思ってますね。はいじゃあハラミお願いします。はいお任せください。飲み物は何生で。生僕はハイボールで、はい、僕はウーロン茶でお願いします。はいお願いします。ありがとうね。取りに行ったのにねするんだねではハラミ屋さんに乾杯です。はい乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。こちらハラミです。来たいいとこに来ました。優しいねありがとうね。分厚いこれがハラミでございます。780円。画像は2人前。分厚いな。めちゃめちゃ分厚いですね。この人の実家がね、川崎で焼肉屋さんよね。はい、焼肉屋です。ハラミもちろんあるでしょ。ありますあります。同じ値段でしたけど、やっぱり厚さが違う。3倍ぐらい厚いです、ね。おお。いやいや行きましょう。おお。うわー。サービスショットは今のサービスですよ。サービスしましたね。このハラミって結構ね真っ赤っていうイメージですけどいい感じになんですか霜降りっていうんですかうんかかってるの感じしますね。綺麗な色だ。いやもうねもうこの年になるとねハラミが好きになったわ。まあ食べる前から言うのもあれですけどやっぱ油がもうちょっとなんていうロースとかカルビとかでも比較的あれでしょこのハラミというのはリーズナブルでしょ。はいリーズナブル。僕も昔からハラミ大好きで学生時代もサークルの中で焼き肉部っていうのを作ってよく仲間と焼肉行ってたんですけど食べ放題。はい、僕はもうハラミ大好きすぎたんで焼肉のネームがハラミっていうそのまんまやねで焼肉食べ放題行ってんのに米ばっか食うてる先輩がいたんですけどその先輩の焼肉部ネームは米倉さんで米に倉と書いて米倉さんでカメラさんタレがですね2種類ありましてこれが味噌だれですね。でこれが醤油だね、はい、でさっきちらっと村中さんがおっしゃってたのは味噌だれとりあえずおすすめよって。ああこっちがそれぐらいあんまり焼きすぎるんですね。焼かしてもらっていいですか。ああ、すみません。これでよかったな、最初から。表面は箸でちょっと強めに焼くんです。これ焦げてくるでしょ。強めに焼くと、そしたら真ん中に移動してちょっと熟成します。しばらくこのまま待っていただいて。普通の味噌だれ、醤油だれじゃないことが分かりました。香りもいいでしょ。いい香りですね。ご飯に相性バッチリ。あんまり生の段階では漬け込みをそんなに深くはしてないです。しないです。それと肉の味が消えると嫌なんで。少しちょっとやっぱハラミって匂いがあるんですけど、まあそれも最初の匂い消しぐらいでさらっとつけてるぐらいです。で、ハラミは焼きすぎないのがもうやっぱりポイントなんですよ。はい。だからもうちょっとです。もうあともう30秒ぐらいでいけます。というのはハラミって部位の中でも結構水分というか。多い部位なんで、水分抜けるとパサついちゃうんですよ。だからジューシーなうちにパクッと食べていただく。うわー、いいですね。ただし中が冷たいのはダメ。だからやっぱりこうあったかくて、生に見えててこう熱が入って熱って思うのが一番だと。っていうのがやっぱりこう真ん中である程度熟成して、もういいですね。はい、いいですね。もういい感じです。うわー、いい感じ色。行きましょう。はい、どうぞ行ってください。じゃあ僕どうしよう。やっぱり味噌だれいっちゃおうかな最初。味噌だれいきましょう。味噌だれ。いただきます。いきます。おお。これはうまい。わあ、これはうまい。ありがとうございます。な、最高。肉の旨味が。うわ。こんな。最高ですか。真ん中でやってるのがすごい伝わってくる。中の肉肉した最高ですね。ありがとうございます。お酒にも合うわ。ひのさろさん、ドリンクウーロン茶というかご飯もどうですか。よくぞお分かりで。酒飲めないので白ご飯です。すみません。これマジでビールまたうまいやろ。ビールに合うやろ。あー、うまい。ライス。ありがとうございます。もうライス。肉に合うようなご飯を調子してやってます。焼けるまでしばしお待ちを。もう食べてしまったんで。あ、そうですね。もちろんですね。これぐらいもうしっかり強火で焼いといて。まずはしっかり強火で焼いといていいそうです。はい。端っこで。はい。これは子供も好きでしょう。子供多いですね。子供さんとあと年寄り柔らかいので、ご高齢者さんが結構うち来られますね。なんかご家族の方がおばあちゃんがよくここのお肉はよく食べるんでって言って一生懸命こう階段上がってきてくれるんですけど、ありがたいですね。2階にあるからね。そうなんですよ。僕おんぶしようかなと思うぐらい本当に一生懸命上がってきてくれるのでありがたいなと思うんですよ。はい。いや、本当にこの分厚さだからこそその肉の旨味が分かるっていうか。そうなんですよね。え、本当にこの分厚さっていうのは計算されたものなんだってすごい分かりました。もういろんな厚さで食べ尽くして、あと焼ける、まあもっと分厚いと美味しい時もあるんですけど、時間かかるじゃないですか。はいはい、だから一番バランスがいいのがこれぐらいかなっていう。まあ結局試食してこんな腹になるんですけど。ここまで焼いたらひっくり返してこう。まで来たらちょっとここから休ませましょう。そうするとじんわり中に入ってきて水分が逃げにくい。美味しい。ちなみにランチもやってますので。そうですね。ランチはこの肉を同じ作ってこちらで焼いてお出しするので、あまり匂い気にならない。がっつり切るから。うわ、最高です。 150g から1ポンドまで。1ポンド。 453g。9から行く人います。います。一日何も女性も食べます。若くて女性で1ポンド食べられる方多いですね。おかわり、ご飯おかわりして帰る。意外に多いですよ、女性。やっぱりこのね、いろいろストレス社会とか言われてますから、まあ、ここのランチでやっぱストレス発散というかね、美味しいお肉食べてっていうのもあるかもしれないですよね。どうですか。なんやねん。もうええんちゃう。コメンテーターみたいな感じで。今熟成中です。あの情報番組でコメンテーターに振ってコメンテーターが散々語った後、その司会者が「それにしても難しい問題です」ってやめて、もう結局そこが落としどころみたいな。それを師匠が聞いて僕めちゃくちゃハマってますこの問題難しいですね、難しいですねで終わる。あえてもそれボケにするっていう。もういいですか。はい、ちょっとじゃあご飯の人。あ、すいません。はい、もうこれで。あ、いいですね。三郎さんお待たせしました。これですよ。じゃあ醤油でいこうかな。今度は。醤油。それは少し甘めですね。甘めで。でもご飯に合うと思う。バウンド、ぜひバウンドさせていただいて。はい、皆さんお待たせしました。回ります。バウンディバウンディ。これバウンドさせてね。食べますけど。これがやりたいだけ。うん。うわ、そこにご飯行く。幸せ。やろうな。うわ。で、これちょっとね、タレがついたライスも好きなんですよ。肉汁染み出してるね。ああ、これお肉ももちろん美味しいんですけど、このタレが非常に最初インパクトあるんですけど、はい、最後までこうお肉より前に来ないというか、お肉をいいサポートしてますね。ご飯と合うと。そもそもご飯最強ですね。肉と米は。はい。村中さん、はい、僕らもう一品ぐらいなんか肉を。します。はい、こちらが牛ほほ肉です。ほほ肉。ほほ肉。よく牛ほほ肉、よくね、煮込みとかって言われてますけど、実はスライス食べるとですね、ビールに最高、もうお酒に最高。結構油が差してるんですね。差しが入ってますね。入ってるんですけど、意外に全然気にならないです。ぜひちょっと食べてみて。ちょっと待ってください。こ彼ね、実は川崎で実家が焼肉屋さんなんですよ。本当ですか。ほほいるないです。これ黒毛和牛の牛ほほですね。黒毛和牛の根津らしいですね。どこで聞いたんだ。これも最近ハマってんだ。ちなみに1人前いくらでしょうか。780円。これは2人前となっております。結構量ありますね。ありますあります。ただもうお酒に合うので、これもう全然すぐ全部食べちゃうんです。パクパクいっちゃう。パクパクいっちゃう。これはさっきの腹みたいにこう移したりもう全然大丈夫です。薄いので焼けたらちょっとですね、薄いからなんか軽く焼くんじゃなくてちゃんと焼いた方がいいです。これぐらい焼いた方がいいです。ああ、結構しっかり。ちなみにどっちのタレでいった方がいいですか。ですね、そのままでまずいってほしい。うわ、そのままのパティーン。そのままパティーン、久々に言うた。4年ぶりぐらいに。そのまま用の。マジでそのまま？そのままで。しっかり塩コショウ振ってますんで。あ、塩コショウがしっかり。これいいですね。もういいですね。来た元気だ。来たよ。OK です。いいでしょうか。どうぞ。いただきます。初めて僕頬。まずはそのまま。おお。いただきます。うわ、うん、ほんとこれ噛み応えがあって、はい、実にこのいい歯応えというかで、そのたんび噛むたんびに味が出てくる。出てきません。それを、うん、ハイボールでどうですか。流しました。最高っす。ビールもあー、うまい。ありがとうございます。美味しい。そのまま美味しいですね。はい、ご飯にも合いそう。ご飯にも合います。これしっかりと焼いてるんで、ちょっとお肉的に硬くなってるかなと思ったら、その肉の柔らかさの弾力がいいのね。ちょうどいい弾力があって、噛めば噛むほどっていうのが分かります。これまさに硬いとかじゃないんですよ。歯応えがちゃんとあって脂もジュッと出てくるという。うわ、これハマりそうですね。やっぱりこの薄さというかごつさというか、これがベストなんですよ。ベストですね。また全部計算されてるんですか。そうなんです。だいぶ味見しまくった。こんなんなって。お腹が。おい。は。いやー、これ締めには麺もあったりいろいろあったり、まだ他にもね、本当注文したいものがいっぱいありますけども、まあ、お時間の関係で、私たちもうちょっと楽しんでいきますか。愛媛に来られたら、また愛媛地元の方ぜひ。ここは何町になるんですかね。築山町ですね。築山町、はい、近くに新館っていうところであるんですけど、その近くにもうあの看板が目印ですので、ハラミ屋さんぜひお越しになってください。村川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どこで切っとんねん。この番組は高田機工の協力でお送りしました。